中国浴の治療法、その極意について張中慶先生に聞いてみたいと思います。張中慶者、みんな元気に過ごしておるか。元気は大切じゃぞ。元気があれば何でもできる。迷わず行けよ。行けばわかるさ。というくらい元気は大事じゃ。さて今日は治療学の話をするぞい。いろんな病気あるぞな。風邪から熱から咳に頭痛、腰痛、膝痛、本当にいろいろ。内科の疾患入れたら嘔吐、下痢もそうだし、ひどくなると癌とかもある。これらの治療原則を知っておるか。まず大切なことは陰陽を理解することじゃ。さてそこからじゃ。病気になると前から思っておったんじゃが、熱が結構出るシーンが多い。特に初めの方、熱熱熱、何でも熱じゃ。この熱が出た時にはいろんな治療方法があるんじゃが、清熱法を取ることが多い。発汗させてみたり、利尿によって体温を下げてみたり。ここのキーは胃と脾臓じゃな。人血を作るのは胃と脾じゃから、ここを調整すれば熱の治療も簡単なんじゃ。ん、ちょっと待てよ。そうじゃ、熱を取るのは簡単じゃが、元の原因を治すってどうよ。それにはそうじゃな、じゃをやっつけようか。発汗させたり温めたりな。胃に入ったじゃなら嘔吐下痢という腹療治もあるぞ。ふっふっふっ、わしにかかれば動作もないわい。この邪気を追い出す作戦を虚邪と言うんじゃ。この作戦は西洋医学も得意じゃの。抗生物質とか手術もそうじゃの。虚邪をした後忘れたらいかん。正気も足しておかんとのう。これを不正と言うんじゃ。これを合わせて不正虚邪と言うんじゃよ。知っておるか、この不正虚邪。どっちを先にするのがいいか。体調によって違う。すごいな、よくわかっておる。その調子でしっかり弁償するとよいぞ。それだけじゃないぞ。蛇の性質によっても変える。季節や天気によっても変える。わしなんかは星の位置で変えたりもしたぞ。病気とはこんな感じで治療するんじゃ。ここで絶対に忘れちゃいかんのが、すべて陰陽に影響される。陰陽のバランスが崩れたら病気になることを忘れちゃいかんぞ。これが中国医学の極意じゃ。この調子でどんどん中国医学を勉強してくれ。楽しみにしておるぞ。また来るわ。じゃあの。